神の像は桑の木を削りて顔を描き、深くなる布の真ん中に穴を開け、これを上より通して衣装をす。正月の15日には小技図の人々この渦に集まり来たりで、これをまたおすら様という神は、この神の像もまた同じようにして作り設け、これを正月の15日に人々が集まりてこれを祭る。
神の住みたもうず少なからず。この神は多くは十二三ばかりのわだすこなり。折々人に姿を見せることあり。この神の宿りたもうずは風紀自在なりということなり。座敷わらずまた女の子なることあり。同じ山口なる旧家にて山口孫左衛門という氏には道場の神二人いませりということを久しく言い伝えたりしがある年、同じ村の何がしという男マジより帰るとて止め場の橋のほとりに見慣れざる二人の良き娘に会えり、物思わしき様子にてこの方へ来た。お前たちはどこから来たと問えば、ほら山口の孫左衛門がところから来たとこと。これからどこへ行くのかと聞けば、それの村の何がしがうちにと答う。その何がしはやや離れたる村にて今も立派に暮らせる王道なり。さあでは孫左衛門が世の末だなと思いしが、それより久しからずしてこの宇治の主従二十幾人キノコの毒にあたりで一日のうちに死にたい。七歳の女の子一人を残せしが、その女もまた年老いてこなく近き頃闇で失せたり。その女もまた年老いてこなく近き頃闇で失せたり。